様、こんばんは。ようこそ、聖霊とリバイバルというクラスに出席してくださいました。ではお祈りで始めたいと思います。お祈りします。天国の愛するお父様、今日はこうして、勉強ができることを感謝いたします。今日は聖霊に関する間違いについて、間違った教理とか間違った行いについて語りたいですから、はっきりと教えることができますように、力を与えてください。主イエスキリスト様の尊い御名によってお祈りします。アーメン。はい、じゃあ、教科書、聖霊とリバイバルの第4課ですね。第4課、聖霊に関する間違い。じゃあまずはじめにというところをご覧ください。聖書の教理についていくつかの間違った教理、まあ、ごめんなさい、聖書で聖霊の、教理についていくつかの間違った教理があります。特にペンテコステ派の、教理は教会の分裂を作ることができ るから、分裂を起こすことができるから、気をつけるべきですね。では、そのペンテコステ派、まずね、始める前にね、あのペンテコステ派はダメとかみんな悪いとかそういう意味じゃないですね。ただここで間違っているから、このクラスで勉強している方気をつけてください。私は牧師として3回ほど、ペンテコステ派やカリスマ運動の人と問題、教会の中の問題があったわけですから、本当に気をつけなければならないことですね。じゃあ、まずペンテコステ派とカリスマ運動の間違い、この2つですね。ここでね、あまり歴史、この2つの運動の歴史はあまり書いてないで、少しだけ書きましたから、じゃあそれ今説明したいと思います。まずその異言 A の異言ですけれど、1番、1906年のアズーザ街リバイバル、アズーザストリートリバイバル、英語で。では、私たちは全く人2章と同様な異言を聖霊から、いただけると教えられた。これは現代のペンテコステ派の始まりです。1906年。103年前です。これは、ズーザー、もっと詳しく勉強したい方は、僕の本、異言の正体という本をぜひ読んでください。その中でもっと詳しく教えますけれど、この、アズーザーストリートはね、カリフォルニア州の、確かにサンフランシスコか、サンフランシスコかロサンゼルス。だったと思いますけど、どっちだったかちょっと覚えてないです。違うかもしれない。じゃあその本読んでください。とにかくね、そのリバイバルでは、異言を語る女性がいました。異言を語ってみんなこれは素晴らしいと思って、他の人を異言を語ってだんだん広がったんですよ。でその流れの中から、いろんな教派は出てきました。アセンブリー・オブ・ゴッドとか、なんとかペントコステなんとかといろんなグループありますね。で我々は人の働き日照と全く同じように我々は異言を語ったというんですね。でこれは奇跡だった。私たちは奇跡を見ました。ただ考えてください。人の働き2章のリバイバルでは、弟子たちは異言で語って、聞き手は自分の言語で自分の国語で聞きました。そしてたくさんの人はイエス・キリスト様を信じました。だから異言はもし人の働き2章と全く同じだったら、それは条件です。まず語った人は福音を語るんです、ね、これは何でもじゃないんです。そして周りの人分からない言葉じゃないんです、ね、周りの人は自分の国語で聞いた。これ第2、まず福音を語った。それから第2は自分の
言葉で聞きました。理解できました。理解ができない言葉じゃなくて理解ができました。そしてもう一つ、たくさん4000人救われました。イエス様を信じました。こんなことなければ、人の働き2章と同じ意見じゃないです。別のものですね。A の2を見てください。しかし、ペンテコステ派の、宣教師たちはその賜物を受けなかった。そのアズーザ街リバイバル、アズーザストリートリバイバルでは、たくさんの人々は異言で語りました。人は救われたかどうかそこまでわからないけれど、当然、じゃあこれは聖書の異言だったら、宣教師は、使いましょう。ね。で、その新しい運動、ペンテコステ派の運動は、宣教師たちを送りました。使わしました。で、その宣教師たちはいろんな国に行って、そしてその宣教師たちは、よし、私たちも、人の働き2章と全く同じ奇跡で伝道をしましょうとしました。しかし、失敗でした。これはね、産業 文献の中の、これはね、歴史についての歴史の本、あったかな、どこだったかな、何の本だったかな、27ページなんですけれど、書かなかったんですね。この事実を読んだ本ですね。じゃあその僕が読んだ本は、ペンテコステ派の歴史の本です。これは、ペンテコステ派に反対した人が書いたんじゃなくて、ペンテコステの教会の人が書いたんで、本当ですね。アズーザ・ストリート・アンド・ビヨンドという言葉、本でしたね、歴史書。で、宣教師たちは、言語を勉強しなければなりませんでした。私もね、日本に来て、間もなく、東京日本語学校に、入校して、そこで勉強してました。そして、なんと、ペンテコステ派の宣教師たちも、日本語を勉強しなければなりませんでした。賜物を天国からいただいて、自分の知らない言葉を語って、相手は自分の言葉で日本語で聞いているという経験は誰もいませんでした。人の働き2章と同じ言語、異言だったら、そのはずです。ね、奇跡で聞いていただいて、語ると日本人はわかるけど、僕は日本語を勉強していないというはずですけれど、それはなっていないですね。ですから、しかしペンテコステの宣教師たちはその賜物を受けなかった、okay. 3それでペンテコステ派は道の異言を主張した。道の異言、最初は人の働き2章と全く同じでしょと主張してましたが、宣教師たち失敗して、私たちは道の異言を語ってます。なぜ道の異言という言葉ですか？聖書に出ていないでしょ。道の異言というのは聖書の異言という言葉は、さっき前に勉強したように、グロサという、これ勉強したかな、第一課で勉強した、違うか、まだ勉強していないじゃあ言いましょう、ここに載ってるね。じゃあ4番見てください、1の A の4。英語のある聖書翻訳は、使徒2章の異言を unknown tongues、 知られざる異言と翻訳される。しかし言語はただグロッサであり、ただ言語という意味である。この unknown tongues という方は、unknown というのは普通の字じゃないでしょ。斜めになっている。その英語の King James 訳聖書では、それは言語にない言葉を理解させるために付け加えたという意味ですね。とすると、そしてこの tongues というのは昔の英語では、今の英語じゃないけど、昔の英語では言語という意味でした。言語、言語、言葉、
国語、外国語、こんな意味ですね、このグロサ。Okay? で、tongues というのは、まあ、舌という意味もあったんですね。Okay. で、いつも聖書に出る異言というのは、ただグロサ、ただ国語、外国語という意味ですね。じゃあ、語、A の語。神しか誰も知らない異言で語ることは聖書のどこにもない。ね、誰も聖書の中に誰も人の知らない異言を語りませんでした。人の働きは必ずみんな理解できた言葉でした。ね、ここに、まだ書いてないですけれど、カリスマ運動についてちょっとお話ししたいですけど、ペンテコステ派とカリスマ運動、カリスマ運動はどう違いますか？カリスマ運動も異言で語るけれど、違います。カリスマ運動というのは1964年だったと思いますけれど、一つの、英国の聖国教会で起こった出来事で、事件で、一人の、信者は異言で、未知の異言で、誰も知らない異言で語ったんです。で、その教会の中でこれは素晴らしいとみんな思いましたから、他の人は語るようになって、そしてその時カリスマ運動はどん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 広がったんです。ただ一つ危ないところは、カリスマ運動は始まりと同じように他の教会の中で始まったんです。それは危ないです。それは教会の分裂を起こすまでですね。教会の分裂を起こして絶対いけません。ね、しかしカリスマ運動はいろんな教会の中で、バプテストの教会の中でも分裂を起こして、これみんな異言語りましょうかと、こういうふうに分裂を起こしたんですよ。で、カリスマ運動はペンテコステよりとても悪いです。ペンテコステ派は、私は、大学時代は、ルーメイトを言いました。ペンテコステ派のルーメイト、いい人でした。別に悪いクリスチャンと言わないんです。ただ間違ってます、この点で。カリスマ運動はいろんな間違い、異端的なところがあります。ですから、カリスマ運動とても気をつけなければならないんです。だん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 カリスマ運動は広がって、世界中に広がって、日本にも広がってます。で世界一大きい教会、韓国の教会は、一つは世界一教会で、カリスマ運動です。ペンテコステ派よりいろんな間違いありますね。その間違いというとね、もう一つはね、エキュメニカルと言いますね。エキュメニカルというのは、すべての教会一緒にしましょう。ね、一つの教会しかいらないから、みんな一緒になりましょうとね。バプテストなんかいらない、ベソテストいらない、みんな一つになりましょう。そしてそれはカトリック教と付き合って、いろんな異端と付き合って、もういろんな、風に間違った教会たくさんと付き合っているのは、これはカリスマ運動の一つの、失敗ですね、間違いですね。もう一つはね、現れた神の子という、異端的な教えです。現れた神の、子たち、英語で Manifest Sons of God という、表現ですけれど、その、教えによると、人間は最後に、クリスチャンたちは最後の時代のクリスチャンたちは何か立派なものになって、普通のクリスチャンより立派になって、いろんな奇跡できるようになって、すごい、そういうふうに世界を支配するようになります。これはあまり聞かないんですけれど、研究すればカリスマ運動の教えの裏にあります。これは、これだけ言いますけれど、別に今詳しく教える必要はないと思いますけれど、こういうふうにペンテコステ派、それからカリスマ運動ですね、この2つは異言を語る、教会なんですね。 okay. で、6番見てください。 1-A-6、 第1コリント12から14章までの異言には、解き明かし、通訳が
必要である。まずね、この第一コリント12章から14章までの意見は人の働きの2章と違うということです。違う意味です。なぜかというと、解き明かしが必要だ、必要であるね。したがって人2章の意見と違う、違います。人2章の意見は解き明かし通訳はいりませんでしたでしょ。解き明かし、ね、説明とかいらなかったんですね。ペテロたちはいろんな言葉で語りましたからね、みんなは自分の言葉で聞きました。奇跡的にね。で、理解できました。ちょっとまずね、ここに人働き2章と書いてないですけど、ちょっとそれ見たいと思いますね。人の働き2章、ちょっと復習のために人の働き2章見たいですね。2章の、8節。うん、違う。5節からですね。節、人の働き2章5節からお読みします。さて、エルサレムには敬虔なユダヤ人たちが 天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。彼らは驚いて、怪しんでいった。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。それなのに私たち命名の国の国語で話すのを、聞くことは一体どういうことでしょう、ね、私たちはパルテヤ人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ごめんなさい、ユダヤ、カポドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近い、リビア、地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば、回収者もいる、またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろなこと、国言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは。じゃあこういうふうに明らかにこの全部の国の国語で話してました。ペトロたちはね、話して伝道をしてました。だからこ の人の働き2章は自分の楽しみのためじゃなかったんです。自分の成長のためじゃなかった、伝道のためでした。明らかですね。人の働きの後のところもそうです。じゃあ第1コリント12章、じゃあ第1コリント12章には解き明かしが必要ですから、違います。12章の10節、これは神様の賜物のリスト、聖霊の賜物のリストですね。ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には、霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。人の働き2章には解き明かしはありません。全然ないです。だから違う異言です。明らかだと思いますね。はい。10節、30節、同じ12章の30節。みんなが癒しの賜物を持っているでしょうか？もちろん答えはいいえ。みんなが異言を語るでしょうか？答えはいいえ。ペンテコステ派の人たち、カリスマ運動の人たちはみんな語るべきと言うんですけど、これによるといいえ。Okay? みんなが解き明かしをするでしょうか？じゃあ解き明かしが必要です。第1コリント12章の意見には解き明かしがなければなりません。ね、okay? じゃあ、今度、14章の13節。
14章も同じように、12章と同じように、異言の解き明かしが必要です。13節。こういうわけですから、異言を語る者は、それを解き明かすことができるように祈りなさい。はっきりですね。Okay. 18節と19節。私はあなた方の誰よりも多くの異言を話すことを神に感謝していますが、教会では異言で1万語を話すよりは、他の人を教えるために私の知性を用いて5つの言葉を話したいのです。ね、じゃあパウロは異言たくさん語ったと思いますね。パウロはどんな異言語りましたか？ヘブライ語、アラム語、ラテン語、ギリシャ語。私の息子は私より異言語を語る。ドイツ、ギリシャ語、ヘブライ語、日本語、ドイツ語、フランス語。ラテン語だけ息子はできない。ね、だから異言を外国語とか言語で解釈すれば分かるでしょうね。人の働きの2章と違いますね。 OK、 じゃあ7番 A の7 行き過ぎのペンテコステ派やカリスマ運動の教会は異言がなければ救いもないと教えている。これは行いの救いで非常に間違っている、まあ、非常に間違っているというのはちょっと変ですね。間違っているか間違っていないかとは、でも非常に間違っている、本当に間違っています。大きな間違い、でまた言いますけれど、こう、あるペンテコステ派の信者は、イエス様を信じて伝道をやって頑張ってます。非難すべきじゃないと思いますけれど、ただ間違っている教えですね、この異言のというのはね。特にね、アセンブリー・オブ・ゴードは一番熱心で一番、聖書に近いと思いますね。ただね、最近だんだんアセンブリー・オブ・ゴードもカリスマ運動の中に入ってそれをやってますね。ですからだん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 このカリスマ運動はどんどんだんだんどんどん、ね、どっちかわからない、広がってどんどんですね、広がって、いろんな人を惑わしてますね。危ないですね。エペソ書2章8節と9節、これはよく、救いについて語る箇所ですね。とても大事な箇所、エペソ書2章8節と9節、お読みします。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるではありません。誰も誇ることのないためです。ですから、異言を語らないと救いはないと、あるペンテコステ派、あるカリスマ運動の人は言うんですよ。これは非常にいけません。間違ってます。救いは行いじゃないです。異言は行いです。救いはイエス・キリスト様の恵みしかいりません。イエス様を信じて、神様から救われるんですね。これは救いです。異言を語っても語らなくても関係はありません。じゃあこれで異言についてですね、話しましたが、ぜひ異言に気をつけてください。うちの教会に異言を絶対に許しません。異言は全然成長させない。聖霊の賜物の一番最後で一番ちっぽけな賜物で、そして言語です。言語ができるという賜物であると私は信じております。じゃあ癒しについて。癒しだけはね、もう1時間かかるかもしれないけど、それについて研究すれば、しかし、まあ、これ2ポイントだけ、見ましょう。まず1、現代の信者は人たちと同様に癒しの賜物があるという教えである。ね、じゃあ、私たちは癒しができるということで、
それは人の働きにある癒しと全く同じだという、考え方ですけれど、しかし、B の2によると、聖書によると教会時代ではクリスチャンは祈りによって癒される。これ後でもうちょっとそのギリシャ語、奇跡のギリシャ語を C で勉強しますけれど、セイメヨンとですね、印という意味ですね。これ非常に意味深いです。日本語の聖書も印とよく翻訳しますね。これ正しいと思いますね。ほとんどの場合はこのギリシャ語は印です。何の印ですか？神様の力がある、誠の神様から来たという印です。だから旧約聖書ではエリアはたくさんの奇跡を行いました。エリアとエリシャですね。この二人はたくさんの奇跡を行いました。イザヤは奇跡を行いませんでした。イザヤ全部読んでもイザヤの奇跡はないんです。なぜですか？エリシャ、エリアの時代に印は必要でした。みんなはエリア、エリシャを信じるために印がなければ信じないです。イザヤにあるし、印といえばね、神様の手は壁に書いたものですね。これはイザヤが行ったんじゃないです。神様ご自身は見てで壁に書いたんです。あ、これはダニエル書だね。イザヤじゃないです。ダニエルの方ですね。はい、ダニエル書に奇跡はあったんですけど、イザヤにはない。エゼキエルにはない。ね、エレミアはない。じゃあそうすると奇跡は珍しいです。癒しも珍しいです。キリスト様は一番たくさん癒しをなさいました。なぜですか？神の御子イエス・キリスト、メサイア、ね、救世主ですから、それを信じさせるために奇跡、いろんな奇跡、特に癒しを行いました、ね。人の働きで少なくなりました。人の働きの最初の方はだんだんあったんですけれど、いろいろ癒しはあったんですけれど、だんだん少なくなりました。人の働きの最後ではないんです。最後のところ28章では、パウロは自分の家に住んで、人たちは来て、もう捕虜でしたけれど、刑務所みたいですけれど、自分の家の中に住んで、そしてローマ人の、兵隊はいて守ってました。出てはいけないけれど、自分の家でたくさんの人が入ってきては、パウロは、御言葉を語りましたが、癒しはしませんでした。なぜですか？必要はないんです。何にも証明していないんです。そうするとヤコブ書、祈りによって癒される。今最初の時代、教会の最初の時代、教会時代の最初の方は癒しは必要です。癒し、なんというか癒しができる人、癒しの賜物はとても大事でした。今は癒しの賜物はいらないんです。なぜですか？聖書はあります。聖書では神様の完全な啓示ですから、何にも証明しなくても聖書は十分です。しかし私は癒しを信じます。どんな癒しですか？祈りによる癒しです。祈りはとっても大事です。神様は喜んで祈りに応えて、神様は癒してくださるんですよ。ヤコブ書5章14節から18節までです。ヤコブ書5章14節から18節までですね。あなた方のうちに病気の人がいますか？その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。このオリーブ油というのは聖霊様の印です、ね。象徴ですね。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が
罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですからあなた方は、互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。エリアは私たちと同じような人でしたが、雨が、降らないように祈ると、3年6ヶ月の間、地の雨が降りませんでした。そして再び祈ると、天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。癒しはいつも御心ですか？いいえ。だってみんな死ぬでしょ？死ぬは最後の病気です。死ぬことは。ね、だから、癒しはいつもいつも御心だったら、私たちはいつもいつも癒されますが、一つ癒すことできないことは、年を取ること、体は古くなる、ね。これはみんな死にます。最後にみんなは死にます。ですから、癒しはいつも御心じゃないですけれど、御心であるというケースは結構ありますね。だから、祈りましょう。ね、癒しを信じましょう。ただ祈りによって神様は癒してくださること。大体の、癒しをする伝道師は、インチキは多いです。何回かいろんな、私はいろんな本読んだことありますけど、これについてですね。インチキで癒しをやっている人は多いです。ですからぜひ気をつけてください。聖書の中で、牧師、説教者の種類はエペソ書4章11節にあります。それでは、預言者、使徒、伝道者、牧師、教師、この5つです。癒し主はないです。癒しをする奉仕はないです、そこにある。ね、ですから、癒しは御心かもしれませんが、はい、私は癒しをするものです、癒しをする伝道者ですというのは間違いですね。僕は昔、一つテレビで見た、アメリカのテレビで見た、癒しの伝道者は、人の額を打つんですよ。バンとね。人の額を打つんですね。これを見てね、あなたの病気は何ですか？これでこれこれです。はい。聖霊の皆によって、私は、この病気の悪霊を追い出しますとバンと頭に打つんですね。そしてその人は倒れるんです。見た目によって倒れるというんですね。倒れて、そしてこう受ける人もいますね。あ、もう危ない。これは聖書にどこにもないですね。やり方は聖書の癒しと全く違いますね。昔、横浜で牧会していた時、双子、教会に来てました、男の方ね。そしてこの2人は、私たちアメリカにいる間に残念ながら、横浜の、カリズム運動の教会に、行ってしまいました。そして、アメリカから帰ってきた私とペティは、その兄弟たち2人はだんだんうちの教会から遠くなって行っちゃいましたね。1、2、3年後で覚えてないけれど、この2人はうちの方に来て元気かどうかと、ね、挨拶しに来てくれましたね。もうそれは良かったですね。いい兄弟でした、その2人は。で、私はちょっとすみません、風邪をひいてますと言ってましたね。で、3人でお祈りします。一緒にお祈りしましょう。3人で祈ると、1人のお兄さんの方は、神様、ハイム先生からこの風の悪魔、悪霊は出るようにと祈ったんですよ。ちょっと待ってよ。私の心の中に聖霊様もいるんですよ。と言いたかったね。言わなかったけれど。聖霊様です。悪霊はなんかいないんです。風はウイルスによってですね。風はウイルスが体に入って風を起こすんです。神様はそれを癒すことできますよ。もう悪霊なんか関係ないです、ね。非常に気をつけましょう。これについてです。どんどん時間なくなってます。じゃあ、
他の奇跡に1、カリスマ運動の教えによると、現代のある信者は奇跡を行う賜物を持つ。2、しかしこの教会時代に私たちは祈りによって神に奇跡を求めるべきである。なぜなら、新約聖書の中、奇跡とは、大体ギリシャ語のセメヨンで、印という意味である。したがって、新約聖書時代の奇跡はキリスト、また初代教会は、神からであると証明するためであった。聖書が完成されたこの時代にその必要がない。これより詳しく教える、時間はないですけれど、これを覚えてください。じゃあ、ローマ筋の2、ホーリネス運動の間違い。A、第二祝福、Second Blessing。クリスチャンは完全になれる教えですね。1. 信者は聖霊の満たしによって完全になる。 2. 罪の性質はなくなる。こんな教えですね。B. 第二祝福の反論。 1. 救われても罪深くて肉と呼ばれている、古い性質は天国に行くまで残っている。これはローマ書7章、ローマ書7章を開いてください。14節から18節まで。ローマ書7章14節からお読みします。私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は 罪ある人間であり、これ誰ですか？パウロです。聖書の中で一番素晴らしいクリスチャン、一番神様に用いられたパウロです。私は罪ある人間であると言ってますね。続いて、売られて罪の下にあるものです。私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。もし自分の、したくないことをしているとすれば、律法は良いものであると、あることを認めているわけです。ですからそれを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです。これを罪の性質と言いますね。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。この教えでは、いつもいつも聖霊に頼らなければならないという教えです。自分が完全になった、もう罪がないと思ったら、もう聖霊様に頼らないでしょう。聖霊様いらない、私完全になった、罪の性質なくなったんです、素晴らしい私です。これはプライドの原因の一つですね。非常に気をつけなければならないです。パウロの教えは、私たちみんな罪人です。イエス様を信じた罪人、イエス様を信じていない罪人、二つの種類しかないです。ですから罪人だから神様に頼らなければならないです。神様に頼らなければ罪を犯します。別の箇所でパウロは言いました。私は体を抑えてます。捨てられたものにならないように体を抑えてます。これは立派な宣教師、立派なクリスチャンであったパウロですよ。ですから、我々普通のクリスチャンは気をつけなければなりませんね。完全にはならないです。B の2、信者は地上で完全になれないと聖書ははっきりと教える。第一ヨハネ一章、第一ヨハネ一章八節から十節まで。ヨハネの手紙はクリスチャンに書かれました。ヨハネの福音書は未信者に書かれましたけれど、ヨハネの手紙は、相手は、宛名はクリスチャンです。だからこれは大事です。第一ヨハネ一章八節から、もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、
その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯してはいないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。これは誰ですか？イエス様に一番親しくなった弟子、ヨハネでした。素晴らしいクリスチャンのヨハネは、罪があるよと言ってますね。罪の性質は心の中にある。だから毎日毎日主イエス様と共に歩まなければいけません。毎日毎日聖霊に頼らなければ罪を犯してしまいます。非常に気をつけるべきですね。3、聖霊の満たしは完全になるためではなく、神に使える力を与えられるためである。私たちは聖霊に満たされると完全になりますか？いいえ。もっといいクリスチャンになりますか？いいえ。神様に使える力をいただきます。使徒の働き4章31節ははっきりです。使徒の働き4章31節、お読みします。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が古い動き、一同は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。聖霊に満たされて神の御言葉を大胆に語り出した、伝道しました。私は10月、今年10月バングラデシュに行ってきて、本当にもう素晴らしい祝福たくさんありましたけれど、それは私のためじゃなかったんです。神様は私をバングラデシュ人のために用いてくださったんですよ。本当に感謝いたします、ね、神様の働きでした。ジョン・ハインズの働きじゃなかったんです。私はただ神様の道具でした、ね、800人が集まりました。先生は700人目標にしてました。800人いろんな村から集まりました。素晴らしい神様の働きですね。聖霊に満たされましたから神様の働きできました。ただ私は完全になりませんでした。暑いなと、毎日35度ぐらいでしたから暑いなと文句を言ったことありますよ。これは罪ですね、皆さん、聖霊の満たし、これは神様の働きのためですよ。じゃあローマ書の3、バプテスト教会の間違いね。バプテスト教会も間違ってしまいますよ、気をつけなければならないです。まず A、 聖霊の満たしは必要ではないと教える教会あります。バプテストの中で、他のグループの中でも、長老教会とかメソディスト教会、他のいろんなグループに、聖霊の満たしなんかいらないという教えはありますよ。まず1、ディスペンセーション神学、括弧摂理神学と言いますね。私はこのディスペンセーション神学を信じてます。ただ、行き過ぎあるんですよ。その、行き過ぎによると、教会時代には奇跡がないから、聖霊の満たしは無用である。ね、奇跡いらない、聖霊様は奇跡のためだったから、私たち聖霊の様の満たしいらない。そしてすべてイエス様を信じる者の中に聖霊様はお入りになるから、聖霊様は内在しておられる、私の心に滞在しておられるから満たしなんかいらない、こう教える人いますけれど、聖書ははっきりとエペソ書、先エペソ書で読んだ箇所に、今日読んでないかな、まあ後で勉強しますけれど、聖霊の満たしですね、聖霊で満たされなさい。酒によって、酒には放蕩があるけれど、酒に酔うことは放蕩がある、聖霊で満たされなさい。酒で満たされなくて、聖霊様で満たされなさいという箇所ですね、だからこれは間違いです。ペンテコステ派は間違っているから、私たちは間違っていないとは限られてないですね。2番、しかし教会時代に奇跡がないと
聖書はどこにも書いていない。このディスペンセーション神学によると、いろんな時代があって、その時代では一つ一つの時代で神様は違う扱い方をで人間をお扱いになるんですね。例えば、無罪の時代、エデンの園は無罪の時代。それで人間は罪がなかったんですけれど、神様の、条件は罪を犯してはいけない。私の命令に従いなさい。で人間は罪を犯して失敗しました。それから2番目のは、良心の時代、心の良い心ですね。良心の時代で、良心の時代で一人一人の人間は自分の良心によって生きるのです。しかし、これも人間は失敗しました。だから、ノアの箱舟ですね、大洪水になって人間は罰せられたんですね。それから政府の時代ですね。創世記9章6節によると、神様はノアに言われました。人は人間の血を流せばその人の血を なんとかね逃しなさいというふうに書いてありますね。それで最初の政府はできたんですね。そういうふうに一つ一つの時代あるんですね。で教会時代、今は教会時代です。教会時代に奇跡がないと聖書は言わないんです。ですから私は奇跡を信じます。浜崎さんと一緒に伝道していた時、雨が降り出しました。浜崎さんは雨が止むように祈ってくれました。雨は止んだんですね。浜崎さんは別に、ああ喜びしなかった、ああよかったねとこんな感じだろう方ね。ですから神様はまだ祈りによって奇跡を行いますね。これ間違いしないように、聖霊様はまだまだ素晴らしい活躍をなさってます。じゃあ B、 聖霊についてので教えないという間違いありますね。1、ペンテコステ派カリスマ運動の行き過ぎが理由で、ある教会はあまり聖霊について教えない。これは間違いだと思いますね。ペンテコステ派の間違いしないようにと、入ってくる人は私牧師ペンテコステ、聖霊について教えてるのを聞いたらね、あこれペンテコステ派かなと、その間違い していたくないから、じゃあ教えない。これはまあわざとじゃないんですけれど、間違った教理じゃないですけれど間違いですね。2、しかし聖霊は神でありイエスの代わりに私たちの助け主であるから教えるべきであるですね。聖霊様のことを教えるべきですね。ヨハネ伝14章、この前にこの箇所を読みましたけれど、早く読めば時間あると思います。14章26節、こんなにはっきりと聖霊様について教えられてますから、じゃあ聖霊の教えは大事ですね。お読みします。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。じゃあ聖霊の教え、神様は弟子たちに、イエス様は弟子たちに教えました。聖霊は来ますよと。それから、15章の26節、次のページですね。15章の26節、私が父の身の元から使わす助け主、すなわち父がから出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。じゃあ聖霊は大事ですね。そして16章の7節、次のページ7節、しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに使わします。じゃあ聖霊様は大事です。あとで同じヨハネ伝でイエス様は弟子たちに息を吹いて聖霊を受けなさいと言われましたね。私たちも聖霊の教えを大事にすべきだと思って、この勉強を
やっております。じゃあ最後に、聖霊の教理はとっとい教えであり、クリスチャンに力や助けや慰めを与えます。したがって喜びを持って聖霊について勉強すべきですね。いやー、これは私にとって本当に必要な、日本の教会とても必要な教えだと思いますから、できればこの今作ってるこの勉強とこの DVD ビデオを、いろんな教会に送りたい、いろんな人を勉強していただきたいですね。聖霊の教えは大事です。では最後のお祈りをさせていただきます。天国の愛するお父様、私たちを用いてください。どうか日本にリバイブルが来ますように、聖霊様の正しい教えは日本で広まるように、たくさんの人々は聖霊様で満たされて伝道できますようにお願いいたします。そのためにこの勉強を用いてください。主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。